皆さんこんばんは、釣れない釣りログの秋です。ただいま深夜のサービスエリアからお届けしています。本日向かう釣り場は静岡県です。旅行では何度か行ったことがあるのですが、釣りをするのは今回が初めてなのでとっても楽しみです。夜中まで空いている釣り具屋さんを探して餌と仕掛けを購入しました。釣り場に到着する頃はまだ暗かったので、明るくなるまで少し待ちたいと思います。少し仮眠をとって目を覚ますと、なんともどかな漁港が広がっていました。海を覗き込んでみるとかなり水深がありそうです。早速準備していきます。今日も相棒のコンパクトロッドを使っていきます。本日の主役はこちらです。ネーミングとパッケージに惚れて即決しました。キラキラとしたスパンコールのようなものがついた仕掛けに生アサリをつけてチャレンジしていきます。一番下に重りをつけて仕掛けは完成です。とりあえず見よう見まねでアサリをつけてみます。バケツを準備して早速やっていきたいと思います。まずは仕掛けを底まで落としてみます。つけ方が悪かったのか、餌のアサリはすぐに取れてしまいます。餌を青い染めに変えて再度チャレンジしていきます。そこまで落としたのを確認したら優しく誘ってみます。すぐに何か当たりがありました。その後もすぐに当たりがあります。いただきます。餌をもう少し小さくしてつけてみる作戦です。記念すべき第1匹目はベラの仲間でしょうか。その後も当たりが続くのですが、
合わせるのが難しく、なかなか釣り上げることができません。その後また当たりが。ついに大本命のカワハギを釣ることができました。少し小さいけれど、ちゃんとしたカワハギが釣れました。その後すぐに釣れたのは、北枕でした。その後は見たことのない派手なお魚が釣れました。その後のあたりにはうまくフックさせることができました。2匹目のカワハギを釣ることができました。ここで今日一番の大きな当たりがありました。青いくちばしのようなものがついていて、ちょっと怖いですが、なんというお魚なのでしょう。少し狙ってみると、全然違うお魚が釣れました。その後もしばらくカワハギを狙って頑張るのですが、可愛いお魚ばかり釣れてしまいました。どうやらカワハギタイムは終わってしまったようです。カワハギ2匹を連れて東京に帰るとします。美しくのどかな海での釣り、そして何よりも狙ったお魚が釣れたことがとっても嬉しかったです。狙って釣り上げた念願のカワハギをお料理していきます。素人のお料理です。温かい目で見ていただけたら嬉しいです。カワハギの頭を落として手で皮を剥いていきます。ヒレや尻尾のところを落として3枚に下ろしていきます。薄皮を剥がしてから中骨を取ります。薄く切っていきます。角を落として
顔の部分の皮も剥いでいきます。もったいないのでこの部分はお味噌汁にしてみます。薬味のネギとすだちを切っていきます。カワハギの肝は熱湯で火を入れていきます。取り出したらすぐに冷水につけて、美味しそうになるまでトントンしたら完成です。お刺身は淡白だけど旨味があって、濃厚な肝と一緒に食べるとお酒の進む味でした。あら汁も上品な味でとっても美味しかったです。念願のカワハギ釣りとても楽しかったです。また機会があれば挑戦してみたいなと思っています。今日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録といいねいただけたらとっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。